RKA の島田です。この動画ではですね、間違ってはならない見込み客経営者との初回面談のポイント、まあとにかく見込み客経営者にとってね、これからコンサルティングに展開するのかどうなのか、その全ては初回面談にまあかかってるわけですね。いわゆるファーストコンタクトと言われるところであります。ファーストコンタクト、これはそのいわゆる接点開発という言葉を使いますけども、コンサルタントや会計事務所がね、経営者向けの例えばの営業新規、見込み客との接点をするときね、例えばセミナーをしましたんで、そのセミナーのフォローと称してアポイント面談を取るのか、それから紹介をもらったんで紹介をもらったということでアポイント面談を取るのか、あと見込み客からファックス、ウェブ、SNS などについてコンタクトがあったことに対してアポイント面談を取っていくのか。で、経営者とのですね、このファーストコンタクトの原則を守らずに無手活流で好き勝手なことをやると、大事な機会をロスしている場合が非常に出てくるわけですね。このファーストコンタクトが非常に重要なわけです。基本はですね、課題を聞き出すのはコーチングということになってきます。まあ初めてお会いして名刺交換してね、お会いして一通りのご挨拶と社交辞令ね、アプローチが終わりましたらば、徐々に本題に入っていくんですが、ここでコンサルタントさんが失敗するのはね、いきなり自説の解説、自分はこういうことやってきた、こんなことできるんだという解説、売り込み、これが激しい方は、ファーストコンタクトで失敗するわけですね。ここでは絶対ですね、ファーストコンタクトの最初の段階では売り込みと自説のその解説はもう我慢してほしいんです。言いたいでしょうけど、自分はこんなにすごいんですよと言いたいんでしょうけど我慢する。悪魔のここでは先方のいろいろな課題を聞き出す。先方だってアポイントを受け入れたということは、何か話したいからアポイントを受け入れたわけであって、ね、自説を聞きたいから売り込みを受けたいからアポイントを受けたわけじゃないでしょ。で、4番目、課題を聞いている段階で原因追及もできていないのに解決策を長々と述べる、これも避けると。例えば社長が、人の問題あって人が来ないんだよねって言ったら、人が来ない、それはですね、人の採用には手段がいろいろありましてですね、どれをやってるんですかって、それはまずダメだよ聞いた、なぜ来ないのかを、どんな手を打っているかとか、いろいろ原因を聞き出した上に出すのが解決策の提案ですから。とにかくね、そのこの段階では即問題を絞り込まないこと、絞り込むというのは次のステップなんですね。課題が聞きました。ファーストコンタクトの面談で経営者がね、その対応策の実施状況を実務する。まずね、課題が聞いたかといって即我々は解決策は言いません。その課題に対してどんなことを今やっているのかという実施状況を聞く。その課題を絞り込むには、各課題に対して今何をしているのか、また過去に何をしたか、これを聞き出します。で、その事実を聞かずに自分の自説を提案するとどうなるかったらね、いや先生のおっしゃったまるまるやってるんですけどいまいちでしたっていうふうに、肩すかしになっちゃうんですね。あららしまったと、ちょっと先走りすぎたなって。だからまず課題に対する自社の取り組み状況とか効果はどんなことがあったんですかを聞いたでしょう。課題があって何もしてない社長いませんから、何かしてますから、何かしていることを聞き出しましょう。だけどその何かしていることがいまいち効果がないということを聞き出さないことには次の提案ができないですよね、我々は。4番目は、さあ課題への取り組み対策がうまくいかない、または課題自体の原因の追及、ここらから初めて内容に入っています。結局やってるんだけど、ある課題があって努力してるんだけどうまくいってないわけです。その原因、いわゆる why、 なぜなぜなぜを聞き出します。で、最初の why に対する原因というのはまだまだ本当の原因じゃない、何回か繰り返すうちに本当の原因が出てきます。すなわち複数回の why の後に出てくるのが真因というやつ、本当の原因で、経営者がコンサルタントと何とかしてほしいと依頼する場合というのは、この真因を解決したいからです。今の目の前の課題がどうのこうのじゃなくて、その真因を解決したいと思ってください。だから真因にフォーカスした方が受注しやすいですね。それから経営者は真因を我々は聞き出しました。それが分かったら初めてその真因の解決策の
見えるツールを提示します。ね、本当の原因が分かりました。ね、ある課題の。その段階で、例えば初めて社長って見える事例を見せる。具体的に言うと、社長が一番気にしているテーマの原因が分かったと。社長、その場合はこういうものを作ると、社員が理解して話が進みますよとか、こういう計画があると忘れずにできますよとか、要するに見せるツールがいるわけです。アウトプットツールが。この見える事例をパソコンの中にとにかく入れてほしい。ね、こうパソコンを見せるのか、プリントで見せるのか。まあ、これは何回も言ってるコンサルタントのドラえもんのポケットがどれぐらい、あなたのパソコンの中に入っているかですけどね。どんなに解決策を口で説明したって、相手の理解はですね、その総論の域からじゃないんです。総論の域から。やっぱり、実例を見せると、ね、アウトプット、要するに目に見えるね、事例を、ワード、エクセル、パワーポイント、何でもいい、紙でもいい。それが見せるからコンサルティング受注が進んでいくんですね。で、見せて相手の反応を見ます。そして、この事例のように社長したいですかっていうふうに意思確認をします。ね、コンサルティング事例を見せた後、先方のニーズを聞かないことは次のステップには進めないんですけども、ね、こういう実例のように御社でも やりたいですか。で、経営者が、いや、この実例のような研修仕組みがあれば今の方はかなり解決するよね、とイメージできれば、あ、コンサルタントを入れればこういう実例ができて、それも社員と幹部と話し合いができれば物事は良くなるな、そこでイメージできればもうコンサルタントに依頼をしようという腹が決まってくるわけですね。あとは値段だけの問題です。ですから、プレゼンテーションで重要なのは、ファーストコンタクトの第一面談で重要なのは、相手に、見込み先経営者にイメージをさせることです。あ、だからイメージは口じゃなくてツールです。それは皆さんが現場で作ってきたコンサルティングツール、この見えてる事例を見せるということですね。さあ、見える事例を見せた相手はコンサルタントに依頼してもいいかなとちょっと思い出した。その時に次回にまたアポイントです。ネクストアポを取るんですね。その時は企画書、見積もり書を出します。ですから企画書を出すための予算幅の確認です。どんなにコンサルティングを入れたいと、ね、先生ぜひご指導くださいと言っても最後の難関なんです。価格の共通認識を取っておかないと、ね、相手は5万円でしてくる、10万ぐらいかなと思ってる。でもこっちは100万と思ってる。絶対これ契約できませんよね。だからこちらは 100万円ぐらいで提案しようと思ってる。先方は10万円ならお願いしようと思ってる。この格差がないようにもう少し話を掘り下げます。で、企画書を提出する際に相手が価格を見て目ん玉が飛び出る感じというのは契約が不可能になります。さあ、じゃあ相手の価格幅を知るのはどういうふうに知るでしょう。どんな質問するのか。まずはですね、過去コンサルタントを使った経験があるか聞く。あるならいくらぐらい使ったかを聞く、ね、で、なければですね、全く初めてということです。そうすると、知ってる社長の知り合いの社長が使ったコンサルタントはどうやったかということを聞きます。あと、この提案でこれくらいの時間コース、ね、何時間、これだったら大体100時間ぐらい、延び100時間ぐらいかかりますもんねとか、ずっとそういう金額、時間かかるといくらぐらいと感じるかとか、もしこのコンサルティングを受けるとしてどれくらい社長予算が取れそうかとか、もう逆に分かんないから予算を聞くんです。だから、いや、分かんないな、50万ぐらいですかねとか、理想的にはいや、それは高そうですね、300万ぐらいかかるんですかねって言って、いやいや100万でいいですよって言ったら即いけるわけですよ。相手は高いと思った、でも実際100万でいけるならば、だからその最低限こういうことは聞き出せないか。で、当然企業規模が大きいほど、利益の大きい会社ほどその単価は高額の安い傾向があります。ただ経営者がむちゃくちゃ渋ちんの場合はね、企業規模に関係なくすごい安い金額を言うケースありますけどね。さあ、そして、金額幅もだいたい想定できたらば、次回企画書提出の面談アポイントにあります。さあ、その時にですね、大事なことは2週間以内にアポを入れるということなんですね。そうしませんと、その相手の気持ちは冷めるんです。だからそこにはどんな仕事がいっぱい入ってもどっか調整して、
面談アポイントをその入れるということをお勧めしますね。この経営者の初回面談ファーストコンタクトではいかに相手にイメージさせるかが重要なんですね。そういうことをちょっと想定してですね、今後お客さんとのねファーストアポイントファーストコンタクトを取ってみてください。今回は以上です。